今日さラジオ入ってくるときに私のドアが背にあったわけですよ、入り口のドアが。でかなちゃんが来てることに気づかないで入ってきた瞬間無言で抱きついてきたんだよ。キュッて後ろからねそっとね、そう包み込むようにね。何これと思って、マジ俺特典会と思って、これなんてギャルゲーと思って、そうだから一瞬これ夢かと思ったもん。あのね、うん、いやしょうがないんですよ。何がしょうがないの。何どうしたの。昨日はさ、うん、仕事であやちと会えたんだけど、うん、そうなんかこういう風にちょっとプライベート空間で会えたのがなんか久しぶりだったから、うん、これもプライベートに入るんだ。これ一応仕事だけど仕事プライベートに入るんだ。これプライベートなの。これ一応仕事だよ。間違えた。だってほらラジオブースにさ、うん、作家さんしかいなかったからさ、あ、なるほどね、うん、見えなかったんだよね。見えちゃって隣めっちゃ隣に座ってるけど見えなかったんだよね。ちょっと二人の空間作っちゃったんだよね。作っちゃったからね。そうそうそう。もうなんかね、かなちゃんは本当にすごいですよね。いろいろとね、本当に私いろいろとなんかこう守らなきゃいけないのかもしれないと思い始めてね。でもさ、言ってもさ、勝負下着つけてきたんでしょ。別にそういう意味の勝負下着じゃないからね。ただかなちゃんと一緒にいられるっていうそのテンションからの行動だよ。そうなの。そうだよ。そうなんだ。そんな別にかなちゃんと何かしようとか違う、何かしようなんて言ってないじゃん。思ってないんだからね。ないじゃん。いや、でもほら、あやちから一緒にお風呂入ろうって誘ってきたんだよ。そうかもしんないね。そんなこともあったかもしれない。で、私は、いいのってメール返したんだよ。そうだ、そんなこと言ったわ。誘った、うん。そうそう。いや、だってさ、やっぱそういう時は、そういうね、流れじゃないとさ。そういう流れ。だって初めてのお泊まりだよ。初めてのお泊まりだった。まあ、いいじゃないですか、そういうね。うん。まあいいよ、ダメ。ダメ。いやー、だから、それほどまでにあやちはなんか人の心を動かす何かを持ってるってわけですよ。そんなこと言ったって何も出ないよ。最終回だからってそんな何もご褒美とか出ないからね。パフォーマンスしてくれ。ある意味終わってよかったのかもしれないですね。なるほどね。え、泥沼になってきたから閉めよう。ごめんなさいね、ほったらかして。まあね、間違いない。うん、そうですね。じゃあ閉めましょうかね。そうですね。はい。